ケーベールスホット a c は、ベルギーアントウェルペン州アントウェルペン南部を、本拠地としていた、サッカークラブである。1999から2000シーズンから2012から13シーズンまでは、ジュピラープロリーグに在籍していた。2012から13シーズン終了後の2013年5月21日に、公式に破産宣告がなされ、 財政問題により強制降格処分やプロクラブライセンス剥奪処分を受けて解散した。KFC ジェルミナルエケレン・アントウェルペンオリンピックが開催された1920年、アントウェルペン郊外北部のエケレン地区を本拠地とする FC ジェルミナルエケレンが設立された。1942年にベルギーサッカー協会に加盟し、1971年、 オランダ語で、王のを表す、窃盗時公認クレッカが加えられて、KFC ジェルミナルエケレンとなった。1989年には、プルミエールディビジョンに初昇格し、1989から91シーズンは13位となった。1990から91シーズンは5位となり、クラブ史上初となる、欧州カップ選出条件を獲得。 1991から92シーズンの UEFA カップでは1回戦でセルティック FC に2試合合計1から3で敗れた。1994から95シーズンは6位となり、1995年夏には UEFA インターととカップに出場した。グループリーグで FC アーラウ、HB トースハウン、FC ウニベルシタテアクルジュ。 トロムソイルと対戦したが、2勝2分の勝ち点8で、アーラウに次ぐ2位に終わり、2回戦進出を逃した。1995から96シーズンのリーグ戦では、過去最高成績の3位となり、1996から97シーズンには UEFA カップに出場したが、1回戦でグラーツァー AK に敗れた。同シーズンには、ベルギーカップで、 初優勝を飾り、1997から98シーズンには UEFA カップウィナーズカップに出場した。1回戦ではレッドスターベオグラードを下し、2回戦で VFB シュトゥットガルトに敗れた。同シーズンのリーグ戦では再び過去最高成績イの3位となり、1998から99シーズンには UEFA カップに出場したが、 予選2回戦でセルベッテ FC に敗れた。このように1990年代には何度も欧州カップ戦に出場したが、観客動員数は伸び悩み、エケレン地区単独のクラブであるために、観客数の増加にも限界があった。ケーベールスホット VNC ジェルミナルエケレン設立から、遡ること21年、1899年には、 アントウェルペン郊外南部のヘッドキールを本拠地とする、ケーベールスホット VAC が設立された。ベルギーでは、ベルギーサッカー協会が、各クラブに、登録番号を割り当てて管理しており、若い番号ほど長い歴史の証明となっている。ベールスホットの登録番号は13番であり、この番号は、後のジェルミナルベールスホットにも引き継がれている。 ベールスホットは1920年代から1930年代にかけて、ファーストディビジョンで7回優勝し、また1900年代から1940年代にかけて7回2位となっている古豪である。1970年代には、ベルギーカップでも2回優勝しているが、1998から99シーズンのベールスホットは、ベルギーサードディビジョンに在籍しており、 彼らもジェルミナル・エケレン同様に深刻な財政難にあった。両クラブの合併1999年、アントウェルペンの北部と南部に、本拠地を置くジェルミナル・エケレンとベールスホットは合併し、KFC ジェルミナル・ベールスホット・アントウェルペンとなった。ジェルミナル・エケレンが、全新クラブとされ、ベールスホットは、新クラブとは区別して考えられた。ジェルミナル・エケレンの所在地を、 新クラブの所在地として登録したが、スタジアムはジェルミナル・エケレンのベルトウェイク・スタディオンではなくベールスホットのオリンピスフ・スタディオンを使用し、やがて再建した。ジェルミナル・エケレンの黄色と赤色、ベールスホットの紫色を組み合わせたユニフォームがデザインされ、ロイヤル・アントワープ FC が最大のライバルとなった。2003年には都市名をクラブ名から外して、 KFC ジェルミナルベールスホットとなった。2004年には、一層の財政難に悩まされたが、2004から05シーズンには、マルク・ブリス監督に率いられて、ベルギーカップで優勝して、UEFA カップの出場権を獲得した。2005から06シーズンは、開幕から7戦で勝ち手に4しか上げられずに18位に沈み、ブリス監督が解任された。その後は、 ヨスダエルデン監督が率いていたが、ダエルデン監督が FC トゥーエンテのアシスタントコーチに就任して、フレンデブークが公認監督に就任した。2008年には UEFA インタートとトカップに出場し、2回戦でネフチバク PFC と対戦した。ホームで行われたファーストレグには1から1と引き分けたが、アウェーで行われたセカンドレグには0から1で敗れて、 大会から敗退した。解明 Q、ジェルミナルエケレン関係者が、経営陣内部の争いにより、経営陣から抜けたため、経営陣は、旧ベールスホット関係者のみとなった。ジェルミナルの名を取り去ることに対する抵抗がなくなった、ことから、新しい経営陣は2011年5月17日に、クラブ名を、K ベールスホット AC と解明し、テネクアドベーネを新たに、 モットーとして掲げた。クラブ解散2013年には、ベルギーサッカー協会に、財務計画を提示できず、エールステ・クラッセに所属するためのライセンスを執行した。株式会社ベールスホットは5月に、クラブの生産を発表。それは十分な資金を得られずに、ベルギーサードディビジョンで、プレーすることを意味し、当初は協会への登録や選手との契約の行方が、不透明だったが、 5月21日に、クラブの解散がはっきりし、協会への登録が抹消されて選手は自由に、新クラブを探すことができるようになった。フラム FC とチャールトンアスレティック FC、AFC アヤックスと提携関係にあった。ベルギー代表のトーマス・フェルマーレン、トム・デムル、ヤン・フェルトンゲン、イエーレ・ファンダメ、トビー・アルデル・ウェイレルトなどは皆、ジェルミナル・エケレン。 ジェルミナル・ベールス・ホットのユース部門から、アヤックス・アカデミーに引き抜かれた選手である。ムサ・デンベレも、また、16歳の時に、アヤックスの下部組織に移る、可能性があったが、デンベレはジェルミナル・ベールス・ホットにとどまる決断を下し、17歳となった1年後にオイレム2に移籍した。ありがとうございます。